ソフトバンクの先発は石川です。いきなり2アウトから初回ヒット、フォアボール、デッドボール、満塁、丸の痛烈なゴロ、中村のエラーが出ました。まあ本当ね、フォアボールフォアボールといってのこのエラーですから、流れ悪かったですよね、立ち上がりね。2点を失います。しかしその裏、はい、ランナーを出してマウンド上は畑、バッター栗原、一発で追いつきます。うまくね、本当チェンジアップをね呼び込んでスイングできましたよね、これで振り出しに戻りましたからね。2対2同点。2回です。今日スタメンのバレンティン、今シーズンの第1号。いやうまくね、外目の球をね運んでいきますよね。技ありの一発ですね、これは。勝ち越しの一発、3対2になりました。その後の石川です。3回、この回は抑えましたね。まあでもね、本当甘い球が多かったんですよね、相手バッター陣の打ち損じっていうのが目立ったなという回ですよね、この回はね。確かにそうですね、はい、バッタースモークは三振、まあ、三者凡退には抑えました、はい、追加点の欲しいソフトバンク柳田、第11号。ここまで飛ばすかって感じですよね。でもね、本当にいいスイングできてますよね、最近ね。これがツーランホームランで5対2になりました。さあその後の石川です。ここピンチだったんですが、ランナーをね溜めたんですけどね、要所要所ね抑えることができましたよね。三振2つで0で切り抜けます。5回、ランナー2人置いています。マウンド上は2番手の桜井、今日エラーをしてしまった中村、取り返しました。本当ね、タイミングずらされたんですけどね、右肩開くのを我慢してうまくね運びましたよね、これで7対2になります。そしてバレンティン、これはもう打った瞬間でしたね、マッサマッサって感じですよね。うちのツーシーム、はい、うまくスイングできましたね。第2号ツーランホームランで9対2。6回ジャイアンツ反撃、中島は良かったですね。本当タイミング合ってましたよね、はい、石川投手に対してね。ここはホームラン、今日中島は3安打、しかも全部長打でした。これで9対3です。さあ7回の石川です。結局7回でマウンド降りることになりますが、悪いながら持っていたんですか。そうですね、先発としての役割は、ね、果たしてくれましたよね、はい。7回を123球3失点での降板ということになりました。今日は援護点がね、はい、営業に入った石川です。そして久しぶりの登板になりました、田浦がイニングまたぎ、最後はバッター石川をショートゴロに打ち取ってゲームセット。ジャイアンツを迎えたの3連戦の頭のゲーム、ソフトバンク4発快勝という発信になりました。本交流戦初めての勝利をマークしております。ご覧のようなランニングスコアでやってきました。